はい、皆さんこんにちは。 PR フィルムプロダクションの日々です。本日はですね、業界を知る編ということでですね、業界のルールと皆さんが取るべきスタンス編というお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。今日の動画で分かることはですね、この映像業界っていうのはですね、変なルールだとか暗黙の了解とかっていうのが結構あるんですよね。まあそういったその映像業界にはびこるルールだとか、これからまあ必ずね、企業から質問されたりとか、必ず起こる課題とかっていうのをお伝えしますと、トラブルが起こった時に全く予想してなくて起こったトラブルと、ある程度こういうトラブル起こるかもしれないですよって言って起こったトラブルって、全然その心のダメージっていうのが違うじゃないですか。まあ、今回はびこるルール、必ず起こる課題っていうのを4つのテーマに選定しました。まずクライアントとの立ち位置関係ですね。映像とかクリエイティブの仕事ってですね、企業の使い手というか、その枝葉の仕事として扱われたりすることって結構あるんですよ。なんかすごい上から目線でも言ってきたりとか、何回も何回もその当たり前かのように修正指示してくるみたいな、なんかそういうなんかスタンスで取られてくる人って結構いるんですね。 PR フィルムっていうのは究極を言えば動画屋さんではないんですよ。動画を使って営業戦略を提供してるんですよ。ってことは、企業がこういう風に作ってっていうスタンスではなくてですね、従来の企業映像クリエイターである、PR フィルム企業っていう、ちょっと上から目線のまとめ役的な立場で、しっかり相手のグリップを握るように立ち振る舞うと、すごくうまくいきます。もう一つはですね、先手を取るんですね。例えばこのことでどうなってますかって言われた時点でもうアウトです、仕事は。もう最初にこっちからですね、次の打ち合わせいつにしますかと。先手を取って、で、相手のグリップを握って、なんかあたかも会社の上司かのような立ち振る舞いをするっていうのが、まあ、僕はすごいこだわってるところですね。次ですね、まあ、ここはですね、業界にはびこるなんかよくわからないルールって言ったんですけど、キャッシュフローですね。まあ、どういうことかというと、じゃあ例えば作りましょうってなった時に、じゃあこれはその納品後のその入金っていう、そのキャッシュフローでやっているクリエイターさんが多くて、本当僕びっくりしました。で、実はですね、この監修っていうのは僕知らなくて、もう完全前金制度でやっていたんですね。で、映像制作ってやっぱりその、たとえ1日2日とかで、やっぱ時間を使うわけです。案件を取ってきて、入金するかどうかわからない状態で作るってやっぱ怖いじゃないですか。僕はですね、最初の提案としては、もう完全、うちは完全前金制ですよと。で、それをなんで御社にとっていいのかっていうのを論理的に説明して前金してもらうっていうことをやっています。で、ここがポイントなんですね。なんで会社にとって、あなたにとっていいのかっていうのを説明しなきゃいけないんですよ。じゃあそれは何かというとですね、まず一つ目はですね、この前金制度をすることで、我々クリエイターが非常に安心した心境で作れる、だからいいものができますよっていうふうに説明しています。この案件がですね、入金するかわからないっていう状態だと、やっぱり精神状態としていいものできるはずがないんですよ。全幅の信頼を持って我々の実績を見ていただいて、もう信頼するかどうかはっきりしてくださいっていうふうに言います。口説き方の二つ目はですね、御社がちゃんと責任を持って企画に取り組んでいただくための仕掛けなんですっていうふうに言ってます。どういうことかというと、この PR フィルムっていうのは企画が命ですと。じゃあその企画を作るために誰にコミットしていただけなきゃいけないかというと、企業さんの営業担当者さんがちゃんと時間とリスクを背負って企画に必要な情報提供してくれる、脳みそを提供してくれるっていうことがすごく重要になってるんですよ。はい、ポンとお金出して勝手に作ってみたいなスタンスで来られる企業さんいるんですけど、そんなんで絶対できません。で、御社はしっかりとコミットするっていうところを担保してください。そういったリスクを背負わないと途中で投げ出しちゃう会社さんとかもいるんで、そういう風にやらせていただきますっていう風に説明します。次、2つ目はですね、これクリエイターサイドの話ですね。クリエイター PR フィルムプロダクションですね。動画かける地方創生というテーマでですね、動画クリエイター、そして初心者のクリエイターのために、フランチャイズという形で、スクールみたいな感じでね、いろいろ募集しています。概要欄から LINE アットとホームページ書いてありますので、ぜひ興味あったら見てみてください。